News 23。こんばんは。時刻は11時を回りました。キャスターの上野恭介です。日々目まぐるしく動いている世の中で絶え間なく報道されるさまざまなニュース、今日もラジオやテレビで多くのニュースを耳にし目にしたことでしょう。ここでは毎回私上野が今気になっているトピックにフォーカスし、私なりの独自の見解であらゆるニュースを紐解いていきたいと思います。中には普段あまり報道されることのない得意なニュース、これといってためにならないどうでもいいニュース、他にもあくまでうちわのピンポイントすぎるニュースなども積極的に取り上げていきたいと思っております。そしてあらかじめお伝えしておきますが、あくまでキャスター上野の主観でお話しさせていただくのと、徹底的な取材を経て完璧な裏を取った内容ではないので、その旨ご了承ください。いや本当最近もいろいろありましたね、はい、その中で本当みんなが待ち焦がれてた、はい、待望のあれが発売されました。あ、待望の、もうだって並んでるやつとかいたらしいですね。あ、そうなんですか。前夜からお店の前にワン、ツー、スリー、なんか結構大騒動になってたみたいで、はい、もうそうワン、ツー、スリーって言って本当にもうあと次それしかねえじゃねえかと、うん、ワン、ツー、スリーまで行ってね、スリーまで来て、はい、次は4、あれが4、はい、いやもう4だ、もう出てんじゃんみたいな感じで、はい、もう5でしょっていうことで、エロ川主義5発売されました。超えましたよ、4飛びましたね、4。いや別に4はもうとっくに出てるから。あ、なるほど、うん、このね、何かわいいですか、これは、女子プロレスラーエロ川主義5。女子プロレスラーのね、はい、エロくて可愛い姿に迫った、はい、写真集でございますよ。ついにベースボールマガジン社からついに本日発売されまして、うん、これみんな待ってたわけですよね。なるほど。今回はね、はい、かな選手、白井美代選手、北条海里選手、誠選手、飯田美香選手、木村京子選手というね、はい、選ばれまして、並ぶ組がもうね、いろんな人たちが出てましてね、はい、うん、今回はね、あの佐藤光もね、あのプロレスラーの、はい、テーマはバスへ、大通りより裏通りの方がエロかったり可愛かったりするんですっていうね、すごいコメントを寄せておりますけれども、ロマンクルーの皆さんどうですか、なんか発売したんですけど、やっぱりみんな並んだりしたんですか。そう、雪の日かな、その時はね。昨日別に雪降ってないですけど。ああそう、うん、まあ、心の中で雪は降ってたのかな、しんしんと降って、あえて耐える自分みたいな。昨日発売したんですか。昨日です、はい。ゲームとかじゃないですね。まあ一種のゲームみたいな、 DVD が見れたりとか。周りもネットゲームにハマってるやついるんですけど、うん、そういうのではない。そういうのではないですよ。だって写真集って言ってんじゃん。言ってんじゃん。言ってんじゃん。いやいやいや、大分かりや悪いな。もう世の中は PS ですよ。PS。何ですかそれ。言っていいんですか。いいですよ、どうぞ。プレイステーションですよね。そう。出たんですか。出ましたよ。何が。プレイステーション4が出ました。マジで。はい。いつ。最近です。最近それがね、本当にあの雪の日だったんですよ。雪の日、雪の日だったんで、あの在庫が結構残っちゃったみたいな。ああそうなんですか。え、雪の日にそんな買いに行く、なんかそんな人いるんですか。だから残っちゃったんですよ、在庫が。あんま行ってないっていうことで、うん、あ、よかったですね。なんかエロ川主義はね、こんな春のような日差しが来てポカポカでよかった。ポカポカ日には、はい、もうみんな書店に走ったんじゃないかと思って。ああよかったよかった。ぜひね、皆さんあの一家に一冊ということで、うん、ぜひ買っていってくださいね。はい、はい、ありがとうございました。他にはね、戸塚駅が火事ということで。あ、すごかったっすね。俺会社から見えましたよ、煙。あ、マジで。はい、あのね、串兵衛っていうお店らしいんですけども、へえ、俺そこさ、店員の女の子とか、はい、意外に話しかけられたりとかして、へえ、結構なんかまた行っちゃおうみたいな。そう、飯もうまいし、結構新しめ、新しめ、あの戸塚、ね、のケンタッキーの横の横のところで、はいはい、よく行くじゃんそこら辺でな、はいはい、ね、なんかすごい大事に至ってなければいいなっていう風に。そうですね、ここ向かう時も消防車まだたくさん止まってました。本当になんかその、
ヤフーとかで見てたら結構検索のトップレベルまで来ちゃってて、みんなが書いてるからやっぱ戸塚ってすごいじゃん、乗客率っていうか、結構神奈川県の病院ぐらい人多いんですよ、人が多いところなんで、結構みんながバーって書いたことによって、あったらそのね馴染みがあるというか、行ったことある店だからね。今日ですか、それは。今日なんですよ。すごいショックだったなっていう、なんかもうちょっと本当に大事に至ってなければと思います。そしてまあ検索してたら見るんですよ、やっぱニュースをやる以上私もね、何が起きてるのかと、そう思ったら朝方にねびっくりしたのが、 NHK 朝一で子供のせいという特集があって、はい、子供のせいで子供が携帯で検索してた履歴、はい、そこにバーって並んだのが、乳首オナニーかっこチクニーっていうフェスでNHK ですよ、はい、でここであの僕の友達のマイク大将っていう男がいて、彼にあの LINE で送ったんですよ、こんなことがあったぞ。そしたら、はい、俺に言わせりゃ遅いなっていうあのまだ全然、もう昔から言ってたんだよ、俺は乳首を責められないといけないんだっていうふうに言ってて、でまさかこれ本人ではないと思うんですけども、はい、なんかそれにまつわるようなメールが来てるんで読ませてください、はい、ラジオネームいやダメだこれヤング乳首大王以下引き上げ上野くん、ミツロマングローブの皆さんこんばんみロマンあふれる話は、私自身が何年も前から推奨していた自ら乳首をいじる自慰行為スタイルが、某国営放送の子供の性の悩み特集で乳首オナニー AK チクニーという言葉で放送されたことです。そしてなんとただいまこのチクニーが検索ランキング1位、なんともロマンあふれる話じゃありませんかライカチャーリーハマーというメールが届いてます。はい、どうでしょうバズってるわけですね、バズってるわけですよついに何年も前から推奨してきたね、チクニーがようやくね、ね、これね、これ多分本人じゃないと思うんですけども、うん、俺さっき本人に、はい、大王以下引き上げっていうのも LINE で送ったんですよ匂いますね、これだいぶあの最近あのハガキ職人として頭角を現してる男なんでね、期待はしてるんですけれどもどうですかこれ、よしよしですか、勝つから話になってきちゃうけども、そうです、これはまあ任せたいですかね、まあ、そうですね、まあけどなんか本当にまあさっきからもうずっと延々と言ってましたけど、はい、まあ、国営放送ね、はい、まあ、いろいろもうオリンピックとか見たりもしましたけども、うん、だいぶそういう風に崩れてきたのかなっていうのは、ね、面白いですよ、攻めまくってて、そうですね、ね、あと子供がね、まあ今の子たちだったらその携帯とかねなるだろうなっていうふうには思うね、やっぱ検索履歴とかで、はい、別にそれは全然普通のことだと思いますよ、本当に、うん、みんながみんないい子じゃないんだから、うん、絶対にそういう好きですもんね、好きだから、うん、本当に中学校の子なんか猿みてえにしこってんだからさ、はい、みんな本当にぶっちゃけ、うん、でそんな中でやっぱね、あのすっきり天気予報士が14歳とね、あのあれで陰行条例捕まって交番っていうのがあったんだけども、うん、これやっぱねつながる話で、はい、うん、これはもう5時に夢中とかでもいろいろあのあれ、あっちの人、ミツローマングループグローブじゃなくて、マツコデラックスとかもあの言ってたんですけど、マツコさんとかも言ってたんですけども、はい、なんかそういう風に子供に携帯持たせたら、うん、それはもう進化するんだからって、そんな制限したところでっていう、特に興味があるんだから、うん、これね32歳だから俺たち同い年で、まあ、ぶっちゃけ14歳とね、なんか行為に及ぶとかは俺は全然考えられない、うん、なんか普通にまあ14歳とかいたら、あ、子供だなと思っちゃう、ちょっとね、うんうん、例えば迫られたとしたらなんかね、なんか分かんない、経験したことねえからそんなことは、うん、けどまあそういうのは分かんないかもしれないけど、ただ14歳の子の方もね、うん、そういうことや出会い系のところで登録とかしてるっていうやっぱ現実があるということで、うん、こいつね、うん、そのスッキリの養子やったことは悪いけど、うん、そこだけなんか怒られるっていうのもなんか腑に落ちねえなっていう、そうですね、もう基本的にだってもうセックスするんだったら合意でやれよって話じゃない、うん、ルール的に違反してるだけだって、うん、金とかもらってたらお前どうすんだって話で、うん、なんかあんまりね推奨する話じゃねえけど、うん、なんかちょっと俺はこれはなんかね怒りにね、うん、満ちておりますよ、そうですね、うん、どうしてもなんか女の方、この方が被害者になりますよ ね、うん、同意だったら別に両成敗でいいで、だってもっと変な犯罪になってたかもしれないっていうね、うん、はい、まあけどやったことは悪いから悪い、うんうん、そんな感じで、ね、いろんな14歳とか思い出がいろいろありますけれども、そんな中私上野が特に気になったニュースはこちら、カズ、三浦カズ、本日誕生日、おめでとうございます。おめでとうございます。いやー、ほんとそうですよ。
我々がね14歳を迎えるぐらいの頃、うん、J リーグが開幕いたしまして、そうだね、そこで猿のようにねしこっていた、俺ラジオで何回も言ってますけれども、うん、読売対、ね、マリノスの試合、うんね、それをね流しながらしこるっていうね、別にそっちを見ながらじゃないんですけど足つったっていうね思い出があったけども、うん、その時バリバリだったカズさんももう47歳ということで、うん、横浜を拠点にねもうあの未だに戦われている人 で自分はねこの公式放送店のホルモン北野を経由してサイン入りのねあのジャージ、おお、そうですか、ユニフォームもいただいたりとかもしてますんで、うん、本当に今回100回、ね、はい、そういう風に迎えたけれども、まだまだやっぱ上には上がいるわけであって、うん、ずっと戦い続けるってことは本当に、ね、続けてる人はちょっと結果出してていいですよね、あの葛西選手にしろね、そう葛西選手もそうですよ、うん、レジェンドって言われてないけどリビングレジェンドなんですよね、うん、そう、それは素晴らしい、ね、だからねこれはもう日本語ラップでもそういう人たちはいますよ、本当にこれちょっと熱くなる話かもしれませんけども、うん、日本語ラップでもリビングレジェンドと言われる人たちもいるけど、やっぱそうじゃない人たちもいるわけでね、うんうん、ずっとそういう風に圧力をかける人たちもやっぱりいたりする、うん、けどやっぱ輝く人っての続けてる人だったりするから、うん、何かを枯渇する番組じゃないんでね、これぐらいしときたいと思うんですけれどもただ本当にやってる先輩の背中っていうのは超かっこいいし、うん、やっぱそういう人になりたいなと思うんで、まだまだ100回だけど、はい、俺たちは全然こんなね帯の色が変わったとかじゃなくて、うん、白帯を締め直して、はい、4月乗り切ったらいいなと思いながらぶっかましていきたいと思いますんで、そこから1曲お届けしましょう。カズ、三浦カズに捧げます We are the champ 日本。曲は、We are the champ 日本でした。これ多分このラジオで何回かかけてると思うんでいいよね、やっぱめでたい時にやっぱこれでね上がりたいっていう気持ちがありましたんで、かけさせていただきました。カズ、三浦カズ選手、はい、この言い方はね悪意があるわけじゃないですからね、やっぱりあれもね岡ちゃん素晴らしい言い方だったんで、サンプリングしてもらいましたけども、この三浦カズ選手誕生日おめでとうございました。お相手はキャスターの上野京介でした。また来週。Daydream. With Cypress, Wenoto, Roberto Yoshino. FM 横浜、横浜レディオアパートメント、水曜日はサイプレス上野とビートたけしのベベベベイドリームロベルト吉野休養中でございます。本日はゲストにロマンクルーをお迎えしてお送りしてきました。ありがとうございます。ちょっとそろそろお別れの時間になってしまうんで、はいはい、ぜひロマンの皆さんから、告知を、はい、ロマン告知をお願いいたします。はい、5月5日に、ワンマンが決定しました。イエーイ。渋谷のチェルシーホテルというところです。5月5日です。先行予約が明日のもう始まってまして、はい、27日18時まで、はい、なってます。それで前売りチケットを購入してもらうとアリキックのリミックスが1曲、もらえるので、ぜひとも皆さん5月5日渋谷チェルシーホテルに、来てください。はい、あとちょっとだけ全然いいですよ、はい、全然あとあの今週プレーの話を紹介していきたいと思います。ロマン飛行来たね、やばい。横須賀市のかなえさん、やっぱりロマンあふれる話といえば、昨晩東京ディズニーランドでビッグサンダーマウンテン乗車中、頂上で花火のピークを迎えたことでしょう。かなり感動してロマンチックで、まさにロマンそのものでした。ロマンクルーゲストありがとうございます。100回記念おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。めでたいね、これね。ところどころで、ね、あの検索しちゃって読めない大変でございましたけれども、かなえさん、これはどうでしょうか。よしやす勝つか。それはもちろん、せーの、よっしゃチャンス。さあ、いやいいですね。さあ、ラジオネームケンタ、ロマンクオーさん、よっしゃチャンス。上野さん、たけしさん、100回おめでとうございます。ありがとうございます。B地区の僕としてはダブル地区なめペにロマンを感じます。こんなプレーを提供してくれるお店は知りませんか。知ってますけど勝つだお前の方が知ってんじゃねえかみたいな感じで、いろいろ来てますね。他にももうロマンねたくさん来てますけれども、皆さんロマンの話、このロマン飛行に乗せながら、はい、いろいろやってきました。1時間、はい、もうあと1分で終わりになってしまいます、はい、100回記念だけど、俺本当にロマンっていうねなんか仲間に来てもらえて嬉しいですよ、ね。うん、俺も嬉しい、本当に、ね、ありがとう。俺も今吉野が休養中ということで、やっぱ、うん、引きこもごもね、うん、やっぱ人生にはいろいろありますよね、うんうん、やってるとね、やってるとやってるからこそいろいろあるっていうね、そういう風に糧にしながら突き進んでいくのがもう本当みんな一番いいんじゃないかなと思って、うん、だからまあなんだろうな、
諦めずに。そうだね、うん、やっぱかっこいいじいちゃんになりたいよね。そうだね、うん、やっぱりその先輩たちが年を取ってもかっこいいという姿を見て、うんね、なんか親父がなんだらしねえなと思ったけど、やっぱ親父がかっこよく見える瞬間がやっぱあってね、うんうん、そういう時があったりするんで、うん、そのために突き進んでいくために、はい、101回目102回目、うん、200回ぐらい目指して、はい、このね横浜のスタジオをね、うん、占拠していきたいと思いますんで、はい、まだまだお付き合いよろしくしてよっしゃしゃーしゃしゃ。こんな感じで名前登場よっしゃしゃっす。クラップや、よっしゃしゃっす。ケイトよっしゃしゃ。